teach others what he gave me. The day I was born, I met myself. The day I was born, I met my young mother. The day I was born, I met Christ sleeping in my cradle. Religious freaks come writes about Akiane Kremeric as follows. Recently on CNN, I got a video showcasing the story of a very gifted 12 years old artist named Akiane Kremeric. There have been several young artists in the past, but I found Akiane rather unique. What makes Akiane so fascinating is not so much how well she paints, but rather the subject of her work and her inspiration. Akiane claims to have met God when she was just three. He told her that she needs to paint and help the less fortunate. He also noted that He'll be there to guide her along the way. It gets more bizarre when you discover that her mother is an atheist and her father a recovering Catholic. Religion was never discussed in the house, and the kids are all home schooled. <laughs> 12歳の天才児のアキーアネ・クラマティックの特集を組んだ過去にも何人か若い芸術家がいたが彼女は違ったアキーアネが素晴らしいのは絵が上手ということだけではないむしろ彼女が描くテーマとインスピレーションであるアキーアネは3歳の時神に出会ったという神は彼女が絵を描きより不幸な人たちのために 絵を描くようう。に言ったというまた、神はずっと彼女を導くためにそばにいると言ったという。奇妙なことに、秋姉の母親は無神論者で、父親は戻りカトリック信者だということ。宗教が家の中で論じられたことはないと言うし、子供たちは皆、ホームスクーラーであったと言う。 S, S. 小枝さんが天才画家、アキアネ・クラマリックの情報を教えてくださいました。確かに、アキアネ・クラマリックは不思議な、不思議な画家でした。S. 小枝さんは私にアアキアネ・クラマリック、彼は本当にアーティストのミステリーです。ここで、アキアネ・クラマリの写真を教えてました。 で、アキアネ・クラマリクの絵を検証してみました。でまず最初に気がついたのが、この手です、えー。この手を注意深く見ていただきたいんですけども、中指と薬指がくっついています。普通、自然な仕草の中では、中指と薬指がくっつくということは滅多にありませんが、この子供の中指と薬指はくっついていますね。これは マラヌスの手です。イルミナティ、あるいはそれに続くイエズス会のシンボル的なハンドジェスチャーということになります。そして、この、やはり、アキアネ・クラマリックの絵を見ていただきたいんですけども、軽く中指と薬指を曲げてですね、えー、それを表現しているということですね。いわゆるマラヌスの手を表現しているということです。で、まあ、これはラブの意味にも使われていますからね。 まあ、あの、必ずしも、イルミナティもしくは、えー、イエズスということになりませんけれども、ウィリアム・ブーグルがですね、このマラルスの手を、まあ、頻繁に使っています。特に聖母子を描くときには、マラルスの手をそこに表現しています。えー、向かって右側の、まあ、マドンナの手を見ていただきたいんですけども、えー、中指と薬指がくっついています。 この聖母子の絵についてもそれが言います。向かって右側のイエスの手にも注意してくださいね。えー、やはり中指と薬指がくっついています。まあ、このような形で、えー、ブーグロはですね、イエズス会のメンバー、もしくはイルミナティのメンバーであることを示したと私、林博は考えています。で、別の絵でもやはり同じように表現されているということですね。 これをどのように解釈したらいいかということになりますけども、えー、ブラウスもですね、えー、同じように表現しています。ブラウスの代表作ですけども、これはまさしく写真と言っても過言ではないと思います。で、軽くやはり、えー、中指と薬指を折り曲げてですね、えー、まあ、そのイルミナティもしくはイエス界のメンバーであることを示しています。で、この表現が特に左のですね、 え、アキアネ・クラ・マリクの表現の仕方と、ま、似ている。告似しているということですね。そして、ミケランジロも、えー、マラヌスの手を表現しています。まあ、有名なピエター像ですけども、向かって左がマリアの右手に注意してください。やはり、ラカエビと薬指がくっついています。まあ、これらうなして、えー、ミケランジロはイルミナティのメンバーであることを示しました。またこの時、イエズス,ス会は発足していませんでしたからね。で、これが、システナ・レイハイドの まあ天井画ですけども、やはり壁画ですけども、えー、ここでも神と人間が手を合わせるその寸前において、えー、マラルスの手が表現されています。まあ、ミケランジェロはイエスの仲間のメンバーであったということになります。当時、ローマンカトリックはマリア教徒を化していました。それに対抗してイエスの立場をですね、もっと明確にしようということで、えー、イエズス会が生まれたと、 私、林博士は解釈しています。決して、ローマンカトリックをですね、全面的に支援していたというわけではないと、私は林、そのように解釈しています。まあ、そういうマーランスの手がですね、いろいろな、あまあ、いわゆる、まあえー、絵の中に表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください、まあ。イエズス会というのは、イエスの仲間の会という意味だそうです。 ですから、このように形してイエスの立場を明確にしたということになります。これはま、あのイエズスカイのメンバーですけども、その前身として、あるいは並行して、実はイルミナティが存在するということですね。で、イルミナティのシンボルマークを見ますと、これはまさしく延期の流れを組む、持ってみますと、I of Prometheus ですね中。中央に目が書いてありますから、 プロメテウスのメが描いてあります。まあ、そういこの絵からもその立場が明確にわかると思います。 で、結論ということになりますけども、現役の学科ですから、ここでは結論を出せません。左が正涯譜です。そして、右がその復元図です。で、左が まあ、秋屋クラマリックの描いた絵と言われています。で、この両者を比較してみますと、全く同じなんですね。で、絵なのか写真なのか、私には区別がつきません。あるいは、まあ、正解符の絵を,絵をですね、元に、いわゆるまあ、グラフィックソフトを使って描いた絵なのかということにもなります。 まあどのように判断したらいいかということなんですけども、まあ、これ以上のことは、今も言いましたように、現役の画家ですから、私には何とも、えー、異様がありません。ただ、皆さんがこの両者を比べてですね、どのように思われるかということなんです。左がアキアネ、秋屋クラマリックの絵です。右が、正海符の復元図です。 私、実はですね、これが福建図だとずっと思っていました。しかし、これはどうやら秋ア屋アネ・クラマリックの絵だった。自信は持てませんけども、ようです。 According to Wikipedia, it writes that Marano, as follows, the term of Marano originally stands for a sort of a disparaging word, which means Jew who converted to Christianity in order to avoid persecution, but continued to practice their religion secretly. Signa Marano or Maran's hand. マラノという言葉はもともとは迫害を逃れるため キリスト教に改修したユダヤ人を意味する別詞語として使われていました。そうしたユダヤ人はキリスト教とのふりをしながら密かにユダヤ教を信仰していました。マラノの手は現在正義を意味するハンドジェスチャーとしても広く使われていますが、もともとはシグナム・マラノ、つまりそのマラノであることを示すハンドサインということになります。 広林浜ジャパン現在、マナンスの手は、イルミナティもしくはイエズス会のシンボル的なハンドジェスチャーとして広く使われています。これがイエズス会の文章です。中央に IHS と書かれ、周りを太陽の模様が取り囲んでいます。この IHS について、イエズス会のホームページは、 これは救いの人イエスの略称であると説明しています。つまり三文字の頭文字を取って並べたのが IHS であるとです。まあ、他にもいろいろな説があります。ギリシャ語でイエス、IES の E がですね、H に変わったものだと説明する人もいます。あるいはこの文字そのものにですね意味があって、それはこの印によって何時は勝利をえんと を意味すすするると説明する人もいますあるいはこの十字架に救いありを意味すると説く人もいます。まあ、いろんな説があるということは定説はないということですね。で、現在の法王はそのイエズス会の出身です。フランシス法王です。そのフランシス法王の紋章が一番上です。で、この紋章をよく見ますと、これはローマンカトリックの紋章にイエズス会の紋章を加えたものであることがわかります。 これがロー,カトリックローマンカトリックの文章です。それにイエズス会の文章を加えて、そして、えー、中央のフランシス法王の文章になったというわけです。で、このフランシス法王の文章に注意していただきたいと思います。青い部分です。その左下に八方向に伸びる星が描かれています。これはローマンカトリックの方では、えー、マリアを意味する、マリアを象徴する文様だと説明しています。 で、しかし、この八方向に伸びる星ということになりますと、バウンダリストを見るまでもなく、これは、イナンナ・イシュタールの文章です。えー、シメルでは、イナンナ、バビロニアでは、イシュタールと呼ばれていました。その中央、最上部に、まあ、君臨するのが、女神中の女神、すなわち、イナンナ・イシュタールということになります。なわち、このような形で計らずも、えー、マリア、キリスト教でいうマリアというのは、イナンナ・イシュタールであるということを、まあ、 フランシス法は示したということになります。が、それだけではありません。この上の部分を見ていただきますと、ここに太陽の文章,文章が書いてあります、えー。太陽ですね。太陽といえば、シャーマッシュです。サンゴードです。このバウンダーリストーンでは、中央、やや右下にあります。これが、えー、シャーマッシュです。イスタールの兄弟と言われています。ここに太陽の文章が書かれています。つまり、 このような形でですね、イシタールとシャーマー氏が組んでキリスト教を立ち上げたという私の説を裏付ける形になりました。えー、シャーマー氏ですね、えー。ギリシャ神話名ではヘリオスです。チタン族ですね。で、オリンピアンに負けてその座をアポロンに譲ります。まあ、ともかくも、えー、このような形でイシタールとシャーマー氏がここに出てくるわけです。それが図らずも、えー、フランシス法王の文章の中に描き込まれていたということになります。なーち、 ここで注意していただきたいことはですね、この ihs の言葉の、文字の意味については定説がないです。が、こういうことも考えられるわけですね。i はイスタールの頭文字、そして s はシャーマーシュの頭文字ということになります。なち、えーまあ、このような形でですね、えー、ihs はなわちイスタールとシャーマーシュを表しているということになります。イエズス会の文章にそれが使われているということになります。 これ重要な大変重要な意味を持つわけですね。なあち、イシタール、イナンナですね。日本と大変関係の深いイナンナです。そして、シャーマシ、ウツですね。それがこのようなイエス界の文章の中にその頭文字が並んでいるということになります。イシタール。なあち、ヘブライ名はマリアです。シャーマシですね。ギリシャ神ン名はヘリオスです。そして、マリアとイエスの正体は したあるとシャーマーしてあるってことをこのような形で、まあ、証明したということになります。それを知っていたのが今でもなく、ミケランジョロということになります。ミケランジョロはこの事実を知っていたと、私、林博士は判断しています。で、ミケランジョロに話をつなげていきます。ミケランジョロ・プラノティは、最初に、まあ、ってますかね、このピエタ像を、歴史の中でも、最、まあね、最高傑作と言われているこのピエタ像を、 彫刻しますその向かって左がマリアの右手を見てください。中指と薬指がくっついてますね。えつまり、このような形でミケランジェロは自分がマラの、つまり隠れユダヤ教徒であったことを示したということになります。まあ、イルミナティのメンバーであったことを示していることにもなります。まあ、まだこの頃ね、イエズス会は生まれていませんので、えー、このピエター像ができてから35年後にイエズス会は 補足しますから考え方によってはですね、えー、イルミナティが前身となって、その後その精神を受け継いで、えー、イエズス会が生まれだたとも考えられます。まあ、これがイエズス会の、えー、修道士の絵ですけども、中指と薬指がくっついている点に注意してください。まあ、このような形で、イエズス会のメンバーは自分たちの存在を誇示したということになります。まあ、それと同じハンドジェスチャーをですね、 ペータゾンのマリアもしているということです。で、これはザベル、フランシスコ・ザベルですけども、やはり中指と薬指がくっついていますよね。まあ、このような形で日本とも大変深い関係があるということです。まあ35年後にね、あのイエズス会が生まれますので、ペータゾンができたときにはまだイエズス会はなかったということになるわけです。でこのの情報はイタリア在住の 協力者であるニコ・ジェロドさんからいただきましもともとイエズス会というのは、ですねここにもありますように、イエスの仲間という意味だそうです。あるいはイエスの会ということになります。当時、ローマンカトリックはマリア教と変身していましたからね。イースターとなったわけですね。変あの名前を書いたわけです。下がマラ,マラナスの手です。 まあ、現在はこの中指と薬指を曲げて使っています。ローマ、現在の方ローマ法王の手を中部からご覧ください。まさしくマラヌスの手をしています。なあ、ちこういう形で私は隠れユダヤ教徒であることを示しているわけです。マラヌスの手です。まあ、これはまあ皆さん、あの、昔はですね、 隠れユダヤ教徒のシンンボル的なハンドジェスチャーとししてて使っていました、まあ、そうした迫害の中からですね、正義という言葉が生まれました。現在、このハンドジェスチャーはあー V サインとしても使われています。と同,時同時に、このシンボルマークはー正義、ジャスティスのあー意味、ジャスティスを意味するシンボルマークとしても使われています。世界中の指導者たち,者たちも使っています。 マナヌスの手です。日本の政治家、それから皇族もこのハンドジェスチャーを使っています。まさしく正義を表すシンボルマークということになります。それで結論ということになりますけども、ペータ像ですね。そしてペータ像のマリアはですね、そのマナヌスの手をして今を、まあ、ハンドジェスチャーを作っています。 かくださいイエスの会ということになります。まあ、こう今までの話を総合していきますとですね、1500年後にイエスは復活したということになります。そして現在の今も私たちのそばにいるという可能性が大変強くなったということです。まあ、そうした証拠がこういったところに残っているわけですね。そしてミケランジロはこのような絵を 書き残していますす礼な拝堂の壁画ですまさしく神と人間が指をつなぐその瞬間ということになりますけどもやはりここでもマルヌスの手が表現されています注意深くご覧くださいイエスは現在の今も私たちの近くにいるという ことをミケランジロイコール1500年後のイエスはミケランジロを使ってこのような絵を表現したと私、林博士は考えています。イエス・キリストは私たちのすぐそばにいるということですね。そして私たちを温かく見守っているということになります。Bye for now!